スローリパードの話が出たのが1回ぐらいあったかなかったか。でその後星川さんまで iTunes の話は一切出て、 iTunes マイポータルの話も全然出なくて、どうしたことやとか思って、あのこんだけ Mac ユーザーが言ってて、あのこの場で喋る人が全然新鮮な話をしないと恐ろしい話だふと思いましたけど、まあ iTunes ですね。そうですね、で多分ですね、ここの中で一番喜んでる機能は何かって言えばこれだと思うんです。買いますか。他どうでもええでしょ、別に。みんな待ち望んでたのはこれですよね。iPhone とかのアプリケーション整理機能。ね、もうこれがどんだけ面倒くさかったかっていうのを赤面に見た、あの今の拍手が語っていると思うんですけど、まあ、とはいえ一応ですね、あの、なんだっけ、これはムービーのエクストラですね、あの、いろいろ。CD とかついてきますので、こっちはあのアルバムの方ですね、とかもできますとか、まあ、なってるんですが、